ファルコン10脱走ファルコン10はフランスの脱走者が生産、販売していたビジネスジェット機。脱走ファルコンシリーズのうち最も小型のものである。後期生産型はファルコン100と呼称された。1969年開発開始、1970年初、飛行。試作1号機が1972年に墜落事故を起こしたために、 形式証明取得が1973年9月までずれ込むこととなった。脱走者にとって初めてのビジネスジェット機であった前作の脱走ファルコン20はその高性能と手頃なサイズから非常に好評であった。ビジネスジェット市場はますます成熟してきており、脱走者はより小型のビジネスジェット機マーケットに進出することになった。ファルコン10の開発コンセプトは ファルコン20の高性能はそのままにさらに小型化したジェット機というもの。前作のファルコン20では同社のミステール4戦闘機の空力データを主翼に流用していたが、ファルコン10では全くの新設計となった。このクラスとしては最も本格的な構造を持ち、2段テーパー交代翼の交代角は28度、二重隙間フラップや前円スラットを持つ。 巡航形態での翼荷重は同クラスのリアジェット35、36などと比べて高荷重であり高速性能を重視していたことが伺える。そしてこの巡航性能と離着陸性能を両立させるために高度な高揚力装置を備える。水平尾翼は垂直尾翼の中ほどに付けられたスタビライザー式である。エンジンはギャレットエアリサーチ製。 トフ731から22機であるが、離陸重量との対比では、特に高水力というわけではないので、主翼の効率で高速性能を出していたといえる。10年遅れて開発された、セスナ社製、サイテーション3が低翼面荷重でありながら、スーパークリティカル翼系で高速性能を実現したのと好対症である。余圧キャビンは8.8プシーと、このクラスでは、 標準的なものであるが、キャビン断面は、価格、性能的に、ライバルと目される、デーツ社製、リアジェット35、36などと比べてかなり余裕があり、通常7隻が設けられる。1977年には、エンジンをトフ731から2から 1C に、換装した、ファルコン100が開発された。定格推力に変更はないが、改良による、 運用制限の緩和で、肩肺上昇性能が向上、最大自力重量も増加した。余圧能力の向上、アビオニクスを刷新、コリンズ車製、エフィス、荷物室の拡張、胴体右側にキャビンウィンドウを1個追加した。1991年まで生産が行われ、創生産数は226機。フランス海軍でも汎用機として使用された。ありがとうございます。